BRMP115 は、ブリティッシュレーシングモータースが1967年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。テクニカルディレクターのトニー・ラッドが設計し、自社製の複雑な3リッター H16 エンジンを搭載した。P75 は、ロータス43に搭載され1966年、フランスグランプリで初めてレースで使用された。 エキスポ67で展示される P115 によく似た作りの BRMP109、P115 は先代の P83 を大幅に改良したものであった。最も明確な相違点は角張った車体であり、P83 に見られた外部冷却パイプは空力効果を考えて車真以内に収められた。車重を軽減するため、 P83 ではジュラルミンが使用されていた部分をマグネシウム合金に置き換えたが、ロータス49やブラバム BT24 のように重量が 500kg 以下の車両と比較して、シャシーとエンジンを組み合わせた重量は 621kg を上回り、当時の F1 マシンとしては依然として過重量であった。これに加えて重量配分はかなり後ろ向きであっただけでなく、 エンジン内の2本のクランクシャフトが上部に位置していたことに加えて排気管がシリンダーより下方にあるためエンジンをわずかに上げる必要があった。これらの要因により車のハンドリングは理想的なものからほど遠くなった。P115 は1台のみ製作され、1967年の終盤5戦でジャッキー・スチュワートがドライブした。1968年は開幕戦で、 マイクスペンスがドライブした。しかしいずれのレースもエンジンやトランスミッションの不調でリタイアに終わっている。ジャッキー・スチュワートは1967年シーズン P115 をドライブした。P115 はオランダグランプリで初登場したが実装したのはドイツグランプリであった。スチュワートはニュルブルクリンクを得意にしており予選で8、15.2というタイムを叩き出し、 3番手につけた。スタート直後に7位に交代したスチュワートは5周目までに3位に浮上したがチームメイトのスペンスがドライブした P83 同様リファレンシャルにトラブルが生じリタイアとなった。続くカナダグランプリでスチュワートは予選9位となった。ウェットコンディションの決勝ではうまくスタートし直前にいたブルース・マクラーレンとジャック・ブラバムを追い越した。 スチュワートは2位争いを繰り広げたがスリップしてコースアウト、車はダメージがなかったものの、泥がスロットルに詰まって固着し、65周目にリタイアとなった。P115 に搭載されたタイプ 75H16 エンジニーイタリアグランプリでスチュワートは7番手、サードローとなり、ポールシッターのジムクラークから1台挟んで後につけた。 決勝では7周目で5位につけていたがガードレールに接触、ピットストップ後にダメージを確認してコースに復帰したが45周目にエンジントラブルでリタイアした。アメリカグランプリでスチュワートは予選10位となりマクラーレンの M5A と並んだがこれは BRM 製 V12 エンジンを搭載していた。スチュワートはレースの大半でブレーキの不調に苦しめられ、 72週目に燃料噴射システムのトラブルでリタイアした。メキシコグランプリはスチュワートにとって BRM での最後のレースであった。2年にわたって多くの問題を抱えた H16 エンジンで戦ったスチュワートは1968年シーズンをケンティレルの新チームで戦うことに決めていた。予選で12位となったスチュワートは決勝は24週目にエンジントラブルでリタイアした。 1968年シーズン、BRM は H16 エンジンを諦め、もともとはカスタマーエンジンとして開発されていた3リッター v 1 2エンジンを新型の P126 に搭載することにした。開幕戦の南アフリカグランプリには2台の P126 と P115 が運び込まれた。スペンスは P126 と P115 の両方をドライブし、 プラクティスでより早いタイムを出すことができた P115 を使用することにした。予選で13位となったスペンスは決勝で8周目に燃料システムのトラブルでリタイアとなった。P115 はこの後レースに使用されることはなかった。またスペンスにとっても最後のグランプリとなった。スペンスはこの後インディ500のテストでロータス56をドライブ中に自己死した。 1>, 1ポイントは BRMP83 と BRMP261 による。2ポイントは BRMP126 と BRMP133 による。コンピューターゲームのグランプリレジェンズでは P115 を選択することができる。この中で P115 は6足ギアを持つ唯一の車両である。ありがとうございます。